みんなの党であれ、平沼よさのさんたちの政党であれ、首長さんたちが作った政党であれ、政策が一致っていうのは、それは基本ですけど、選挙協力という形でやることは、もうほぼ確実にありうと思っていいと思います。 舛添代表は政策合意を前提に第三局の政党間で候補者が重複しないよう調整すべきだという考えを示しました打倒民主党ということではあ一致して共通の意識を持っておりますので選挙協力つながるものか今後の問題として捉えていきたいと口先の政策が一緒でも 覚悟の行動が伴わないとこの覚悟のほどが舛添さんはいかほどあるのかを見ていきたいと思います、まあ、みんなの党の枝幹事長は主級派の極地でこのままでは消えてなくなるどん詰まりの政治家たちと組んだと舛添氏を批判していて舛添氏らの思惑通り選挙協力を組めるかは微妙です